はい、どうも皆さんこんにちは。皆さんの人柱酒井でございます。今日はですね、わざわざ埼玉からですね、荒川を越えまして半蔵門の方までやってきました。聞くところによると、このねシステム5ヤマモンさんがどうしても酒井にね売りつけたい商品があるって聞いて、ちょっとここはもうね、システム5の顔と言われるヤマモンさんのですね、そんな偉くなりました私。顔と呼ばれるねヤマモンさんの営業力紹介していただける製品、買うか買わないかみたいなねバトルをしてみたいと思うんですけれども、はるばるありがとうございます、うん、埼玉からね。ちょっとちらっと画面に映り込んでおりますけれども、こちらですね、はい、ロードキャスタープロ2というですね、まあ、ロードキャスタープロ1というね3つ差がまずあったんですけど、はい、プロ2がめちゃくちゃいいぞと、めちゃくちゃいい、むちゃくちゃいいっていうねことをこうロードジャパンのですね担当者がこれ僕のところ持ってきたわけですよ、はいはい、またそんなって思いながら、まあ電源入れたらちょっとかっこいいじゃないですか。なんかねすごいスマホみたいな画面がちょっと ね、 これ皆さんにも画面を、はい、そうこんな感じですよ。ちょっとこうおしゃれなねオシャンティーな感じですけれども、でこれね実際中身を聞いたらめちゃくちゃ良くて、これは酒井さんの配信にめちゃくちゃハマるかもしれない。配信に向いている。そうなんです、配信にもねめちゃくちゃいいかもしれんぞこいつはと。買います、買います。早いですこれいくらちょっとカードでいいですか。1回払いで、それだとね話が終わってしまうのでね、はい、あ、そうです、今日はね、そうそう今日はね営業力を、ね、営業力を僕はちょっと今日推し量られるというですね、なるほどなるほど、百戦錬磨のもう配信王にです。いや配信王に私はこんな、いや、もう散財王ではあるかなとは思ってる散財を見せに来たわけじゃないんです今日は営業力を見に来たんです、ね、そうですよ。もうねポッドキャスタープロ2の製品紹介っていうのをね、はい、ちょっと山本さんにしていっていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、改めましてシステム5山本でございます。はい、どうも酒井でございます。でロードキャスタープロ2なんですけれども、まあ、ツイッターでね僕のこうツイートを見ていただいて、ちょっと気になると言っていただいたポイント、これどこが気になったのかなというところ、まずですねこれ見てもらって分かる通り、まあフェーダーが長いので、まあ、使いやすそうだなっていうのは一目見て分かったんですけど、ここにパッドがあるじゃないですか、はいはいはい、でパッドといえばやっぱりね音のポン出しっていうのがとても配信では大事だったりするんですね。後から編集でね、はい、音入れるなんてのはもちろんできないわけなんで、意外とプレイヤーを用意すると結構めんどくさいですよね。めっちゃわかります。めんどくさくてですね、うん、パソコンとかだと簡単に繋いだだけだとなんかポコーンとかシステム音拾っちゃうとかね、なんかあるんで専用のそのプレイヤーアプリとかが必要だったり、オーディオインターフェースが必要だったりとかね、もうそれだけでそこそこな荷物になってしまうってことで、最近ですね私あのローランドの SP404M2 のサンプラーかな、そうですね定番のサンプラー、まあ、あれを使って BGM のポン出しですとか、あと SE ですね、はい、笑い声とかドラムロールとか入れたりするんですけど、はいはいはい、あれもねなかなか大きいんですよ、うんうん、確かにね、あれだけでミキサーじゃないですかね、ですね、と別に、Zoom の L8 とかね、はい、まあ、持ってくわけなんで、はい、でもそれと付随してシワのワイヤレスマイクだとかね、はい、ナンパも持ってったりするんで、なかなかね音だけで結構な荷物になっちゃうんですね確かにでこれ見た時に、お、はい、なんか音出せそうなミキサーだなと思ったわけですよ、はいはい、もしかしたらこれ SP404 とその Zoom L8 をね一、はい、つにできちゃうんじゃないかな、はい、このミキサーだけで、はい、っていうのがビビッときたポイントだったんですよね。なるほどなるほど、そうなんですかね、そしてやっぱり配信といえばね、はい、その音出しもそうだし、あとはねルーティングもね、そうなんですよね、マイナスワンをこう作るみたいな、はい、あのねやっぱりねまだまだねコロナが多くてですね、はい、急遽現場に来られなくなりました、はい、講談社さんみたいな話が結構ありまして、当日とかでねあの急遽その人ズーム出演になりますとかってこう言われたりするんですよねなるほど一応ねある程度できる仕組みは持ってってるんで、その場で回線切り替えたりはできるんですけど、はい、やっぱりねあの Zoom L8 の不満としてですね、こうポストフェーダーのオグジュアリー送りみたいなことがなかなかできなくて、あれ全部プリフェーダーで
それぞれのミックスを作るみたいな形になっていて、外に出す音とこうマイクの音がフェーダー下げた時にね、配信音も外に出す音も下げたいのに配信音しか下がらないとかね、外に出す音しか下がらないとかね、あれがポストフェーダーだったらいけるのにみたいな、そういう不満があって、でなんかこの製品ね、 USB にミックスマイナス機能っていうのがなんかあるとかないとか、そうなんですよ、あるんですよね、はい、ちょっとその辺がですね、うん、気になったポイント、その2になるわけなんですよね。なるほど、はい、じゃあまず一つ一つ見ていきましょう、ね、はい、お願いします、はいはい、まずポン出しはこの画面奥のカラフルなパッド、ね、はい、このカラフルなパッドですね。色がついているところに関してはもう音が入っている状態ですね、はあはあはあ、ここに、どんな音が入っているのか、どんな種類のものが入っているのかっていうのが一目で見えるようになってます。なんか音楽ファイル名ってことですかね。そうですね、音楽ファイルも入れられるし、はい、あとは、効果音も入れられるし、あとは、面白いところだとボイスエフェクトみたいな押してる時だけ、あ、リバーブがかかったり、リバーブかかったりも多分できると思う、はい、それはいいね、リバーブとかね、この辺でもその各マイクごとにも設定できるんですけど、まあ、多分押しながらリバーブっていうのもできるし、めちゃくちゃいいですね、はい、ロボット声みたいにしてみたりだとか、なるほど、某なんとか堂さんの、ね、なんとか堂ですね、はい、昨日も配信 RB なんちゃらさんみたいなああいう声をね、なるほどですね、俺言っていいんかな、はい、そうでもああいう機械音みたいな、コナンのね犯人の声みたいなのをしてみたりだとか、はい、なるほど、はい、各種エフェクトをこうかけることができるようになってます。ちょっとね、分かりやすいところでちょっとね、サガイさんこれを聞いていただきながら、はい、はい、今まず普通に喋っていただくと、はい、テストです、おー聞こえません、はい、普通の音ですね、はい、でこれをちょっとロボット声にしてみます。テストテスト、おー本当にこれはあれじゃないですか、そうあれですよ、あれですよダメですよ、これはこれは流せないですよ、これはあ、でもピッチアップっていう別に普通のエフェクトなんですけど、なるほど、とかあとちょっとモンスターっていうエフェクトが、本業はそういう街の子ですとかそういうやつ、そうそうそう、ちょっと事件的な黒いやつですね、はいはいはい、そうですそうですそうです、そういうのがこうボタン一つで簡単にできるようになってます。これは面白いですね。であとはまあまあ分かりやすいこういう、ああ完全ファラオチャンネルですね、これ、はい、そうですそうですいろいろ出てきますけど、なるほどなるほど、そうなんです、まあ、こういうエフェクトだったりとか、あとはこうね、これ私のチャンネルで最近よく BGM に使ってる音をね、なるほどなるほど、はい、ちょっとね唯一全部同じフェーダーにしちゃうので、あ、そうボリュームがね事前に調整しとかなきゃいけないっていうのは、これはサンプルパッドごとのボリューム設定みたいなのができるってことか ね、はい、ね、それができるんだと思ったんですが、現状できそうでできないんですよ。おでもここにも波形で入っちゃってるので、ここですね、ここに今、はい、サンプルデータごとの押してる間だけ音が鳴る、でループかけてみたりだとか、トグル設定とかね、こう、はいはい、押してる間だけ音が鳴る、よくあるやつですね、ワンショットなのかループなのかトリガーなのかみたいな、はい、で、はい、このあたりはチャンネルごと、チャンネルというかパッドごとに設定ができるようになっていて、でフェードインをかけたりとかフェードアウトをかけたりとかはできるんですよ、はいはいはい、だけどこのチャンネルごとの全体のこれをこう下げるみたいなことができたら完璧なんですけど、これはちょっともったいないですね。そうなんです、ちょっともったいないんで、バージョンアップで、そうなんです、ロードさんこれね、多分ロードさんの技術力だったらバージョンアップでできると思うので、はい、ちょっと2人でお願いしておきましょうか、ね、そうですね、ロードさんよろしくお願いいたします。はいということでね、ということでちょっと触ってもいいですか。はいはい、どうぞ。なるほど、あ、割とタッチパネルも、そうですね、はい、レスポンスもね悪くないと思います。色もパッドの色も自分の好きなのに変えられるんで分かりやすい。そうですね。これちなみになんか制限とかってあったりするんですかね。WAV ファイルしか今のところ入れられないっていうことですね。はいはいはい、逆に言うとそれぐらい。あ、パッドの数的にはバンクが？あ、バンクは8×48。はい。で、サウンドも入れられるし、はい、エフェクトも入れられる、はい、なんかね OBS のレコードのスタートストップとかそのあたりを右でこう突っ込んだりとかもできるらしい。あ、右なんで、そっか、右も出せるんですか、はい、ですです。でこのあたり右コントローラーとして使っていただくっていうことも、はい、できるようになる。なるほど。ということはじゃあ例えばですよ、まあ、はい、今は各サンプルの BGM の音量とか、はい、まあ、変えられないけれども、例えばこの MIDI ボタンとして使うことで、はい、例えばパソコンにつなげた DAW ソフトの例えばエイベルトンライブとか、はい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 、
の音をポン出ししたりっていうのもまあこれでできちゃう、おそらくできると思いますね。なるほど、はい、それは問題ないですね。ライブがあれば、ね、知識がある方だったらかなり細かく使うことはできるんじゃないかなって。拡張性はもうピカイチですよね、はい、最近私ですね VMIX っていうあのソフトウェアスイッチャー使ってるんですけども、はい、それのスイッチングもこれに入れられちゃう。はい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 、多分できると思いますね。ってことなので、うん、すごい。これフェーダーもミディはいけるんですか。多分フェーダーはね、どうなんだろうな。フェーダーはあれなのかな。それができたら VMIX のプログラムのこれとかも、うん、でフィジカルの本当のマイクの入出力はこっちで、はいはいはい、VMIX のがこれみたいなのもできちゃう。できたらいい気がするんですが、すごいですね、多分ね作りを見る限りそっちのフェーダーまでいかないのかなって気がしますね。これもちょっと今後に期待ですかね、はい、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あとなんかバーチャルフェーダーが2個ぐらいあるんでしたっけ。あ、はいはい、フェーダー自体は6個しかないけど、はい、バーチャルフェーダーってのがある、フェーダーはですね、1、2、3、4つ、これが、それぞれマイク入力に対応したフェーダーと、一番右がパッドに対応したフェーダーで、ここが、Bluetooth のね、フェーダーになっています。デフォルトはという。そうですね。でそもそも入力ってどんなのがいけるんですかね。はい、大事なお話でした。はい、後ろに4つ入力系統がありました。コンボジャックですか。そうですね、コンボジャックで XLR と、いわゆるまあ標準フォンですね。しかもノイトリックのコンボジャックで。そうなんですよ、いいやつだ。結構ねこだわってるらしい。こだわってますね、はい、ちゃんと4系統ついていて、出力のお話もしておくと、標準フォンの、モノラルで、LR ついてます、はいはい、それと、この4系統ですね、はい、この4系統が、ヘッドフォンの出力端子、メインと合わせれば、サブと合わせて、まあ、5系統ですね、出力がまあ取れると。なるほど。ただまああれですかね、このヘッドフォンに関しては、はい、同じ音がボリュームだけ変わって出るって感じになるんですかね。そうですね、あくまでそこは、はいはい、そこまでルーティングできたら完璧だったんですけど。そうですね、完璧ですけど、まあさすがにちょっとトゥーマッチな気がしますけどね、はいはいはい。まあ、とか言ってこの話を聞いていたらロードさんがやってくれるかもしれない、ね。まあ、本当にやってくれたら神ですね。ああ、やってくれた、はい、やってくれたらやばいですよ。いや、すごいことになりますよ、ね、でそのフェーダーというのがマイク1234が、はい、そうですね、1234が、まあ、ちょっとまず割り当たっていて、そうです、ね、Bluetooth の音の入力もできる。そうです。要はこういうスマホとかからプレイした音が出せるってことですかね、はい、そうです、そうです、そうです。それはいいですね。割とこう BGM とかだったら ね、はい、それでスマホとかからこう簡単に出してみたりとか、ね、うん、あとはまあんまり使わないかもしれないですけど、 iPhone とかであのマイクのアプリみたいなの立ち上げたりとか、 iPhone をちょっと簡単なこうインタビューマイク代わりにこう使っていただいて、会場で簡単にやり取りするみたいなこともできなくはない、まあ、あとはフェイスタイムでつながってるユーザーとかですかね。そうですね、そういう、はい、誰々さんと電話してみましょうみたいな時に使えるって感じですか。はい、これ出力もできるのか。じゃあ出力もできます。それはめっちゃ便利。Bluetooth の入力と出力、できるようになってます、ね、それは便利ですね、はい、でそれと、サウンドパッドのこのフェーダーがある、はい、そうですね、まあ、これは先ほどもお話しましたが、パッド単体の音量はもう全部こう固定になっちゃう、ね、そう、固定というかね、元のファイルに依存しちゃうんですけど、はいはい、パッドのマスターボリュームがまあここになっていると。なるほど。でそれに加えて3個の仮想フェーダー が用意されています、はいはいはい、仮想フェーダーちょっとこの画面のね、ここに 1,2,3 とあるんですけれども、うんうんうん、これをそれぞれタッチするとちょっと画面が切り替わりまして、なるほど、このね、あ、そこのノブで、はい、ノブで、ボリュームを変えるんですね。いきなり、今0になってましたけど、0デシ、標準レベル、ね、標準レベルですね、はいはい、タッチでそれぞれこう切り替えて使うことができます。あ、このフェーダー操作するよってしてノブを回せば、まあ、そのボリュームが変わる。そうですね、なるほど、はい、なるほど、変わるようになってますので、まあね、このあたりもかなり操作しやすいかな。まあ、そこまで触らないけど、たまにこう音量調節を微妙にしたいみたいなのに割り当てとくと、はい、便利。ちょっともうちょっと上げたいなとかって思った時に、まあ、上げられるよみたいな機能になるんですかね。はい、これもいいですね。ちなみにあのこのね、同じタイミングで触れちゃいますけど、この何にも割り当てられない時にこれを回すと、ちょっとね分かりづらいんですけど、ここのマスターボリュームのレベルが変わってるんですよ、ね、はいはいはい、あ、なるほどなるほど、はい、じゃあこれはマスターボリュームのフェーダーも兼ねてると。そうですね、いうことですね、なるほど、はい、意外とねこういうポッドキャストみたいな、うん、ミキサーだとマスターフェーダーみたいなものがないことが結構あるんですよ。タスカムのミックスキャストとかマスターフェーダーないんですよ、はいはいはい、あそこにあって、そう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 、 あれも結構便利なんですけど、似たようなことできるんですが、はいはいはい、細かいところを見ていくと、あのやっぱりまあ後発ってだけもあってね、
かゆいところに手が届く。そうですね、まあ、価格もこっちの高いんでね。あとはやっぱりレックボタン気になりますよね。はい、これレックを押すとここに後ろにねマイクロ SD カードが刺さるようになってるんですが、はいはいはい、そこにこの2ミックスが記録されるようになってます。パラでは取れない。パラでもね取れるのかもしれないんですけど、現状は2ミックスだけっぽいです。間違ってたらすみません。パラで取りたいですね、はい、パラで取れないわけない気もするな、うん、パラで取れるって書いてあったような気がする。あ本当ですか。分かんない。それちょっと僕の勘違いかも。あれ勉強不足じゃないですか。やばいやばいやばい。あ、いけます。いけますか、うん、マルチいけます。ほらマルチとステレオを、選択できるようになってますね。はい、あ、なるほどなるほど、はい、マルチで撮るか2ミックスで撮るかみたいな話な、ね、はい、選べるようになってます、ね、なるほどですね。今ちょっと昨日間違って撮っちゃったデータがあったんですけど、後からより編集をしたい、各ボリュームを調整したいっていう場合は、ね、まあ、マルチで撮っといて、いやそこまでは必要ないかな、はい、しっかりこう本番中にレベル調整するから、まあ、あのアーカイブ的に残しておけばいいかなっていう人は2ミックスだけ撮っとけばいいよ、うん、そんな、ね、ところ で、はい、でそれから各フェーダーの、ね、設定もちゃんとできるようになっていて、これがね僕デジミキなのにすごいよくできてるなと思ったんですけど、このサイズのデジタルミキサーでちゃんとフェーダーごとにメニューを、ね、切り替えられるようになってるんです。そうですね、これが、ね、結構良くて、各フェーダーにこう対応したこうボタンがありまして、はいはい、これを押すと、はい、おすごい、はい、ここで、マイクの、ね、レベルとか全部選べるようになってます。そしてレベルメーター見やすいですねこれね。本当にすごい見やすくで、あのいいところの、ね、レベルがこの辺だよっていうのも出してくる、うん、なんかインジケーターがあって、まあ、この辺に収めなさいよみたいな、ね、そうなんです、そうなんです。で右側に、細かいねエフェクトなんかも、はい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 、入ってます。まあここら辺でリバーブとかかけていただくこともできるんですけど、で EQ だったりとかノイズゲートとかあとコンプとか、まあ、面白いところだとディエッサーとか、あーいいですね、はい、で楽器が入るんで、まあ、エキスパンダーとかそんなのも使えるようにま、はいはい、またパンですかね LR。 そうですね。で今ちょっとこれあのテスト用のマイクが入ってるんで別のちょっとチャンネルで、はい、こんな感じでねマイクを選べるようになってまして、私の愛用の SM7B、はい、SM7B とか R イメージとかもよくポッドキャストとかラジオで使われるマイクで、あとは同じロードの MT1 とか、今使ってるプロキャスターでブロードキャスターでポッドマイクで、それからまあ標準的なコンデンサーマイクとダイナミックマイクの選択で、あとは、インストゥルメントってこれ多分ギターとかを直接つなげる、もうライニーマンだよな多分、あれじゃないですかね、インピーダンスが変わるんじゃないですかね、ってことだと思いますね、はい、まあ、うまいこと使ってくださいよということでございます、うん、こんなにプリセット用意されてるのね僕は見たことないです。便利ですよね、これ結構便利、ま、ガレージバンド味がある感じですね、あですね、はい、本当にお手軽に、これまでデジミキっていうのはあんまりこう触ったことがない人とかでも、はい、手軽に使えそうな気がしますよ ね、 はい、やっぱミキサーってあんまり映像やってる方にとってあんまりよくわからない機械だったりするわけなんで、はいはいはい、そういう人がちょっと触ってみるミキサー入門みたいなのには、まあ、軽いし、そうです、ね、見やすいし、はい、うん、いいかなとは思いますね、はい、フェーダー長いのがねやっぱりかなりお気に入りポイントだったりしますね。そうですね、細かくボリューム調整が非常にじんわりやったりみたいなのがやりやすいっていうのは結構いいかも。この長さのフェーダーのミキサーってだってこれ多分ヤマハのアナログタクのフェーダーより長いですよね。これ下手したら長いですね。120mm フェーダーか、うん、120mm フェーダーです。かなりね細かいレベル調整ができるんじゃないかなと思います ね、 すね、はい、これちなみにこうチャンネルごとにレックしてそれをこのあのパッドに、ね、入れてサンプラーみたいな使い方もできる、まあ、それ面白いですね。そうだ、ミュージシャンの方とかね確かに、はい、プロの日本人だと例えば星野源さんとか、うん、ってことはなんかリバーブとかうまくかけて、はい、あのシステムファイルヤマハなんちゃらかんちゃらみたいなジングルみたいなのもここにやって、そうそう、ここで撮ってもスタンドアローンで入れとけるっていうことですね。そうです、もう次からそれを押せば、はい、これあれですか、あの最近熊沢幸太郎さんという方 の、 あ、はいはい、あのカメラジっていう、はい、あね、やってらっしゃいますよね、よく YouTube チャンネルやって、はい、よくあの聞かせていただいてるんですが、はい、あの最初のねカメラジとは何やねんみたいなあれとかもこれでできちゃうってことですよね。そうそうそう、もう突っ込んどけば、あもうそれはねどうですか、そうそうそう熊沢さんこれ一台あれなんか営業していただいて、いやいやそんなことない今日は営業力を見に来てますからね、あくまでそこですから、はい、まだ買いませんよ、まだ買いませんよ、そうです、まだね大事な機能話してないですから、ぜひぜひ。